はい、前回ですね、投稿忘れたんですけども、まあ、豊洲にピットに行ったちょっと Vlog を、で、毎回ここに行くと、このヴィランフォンテーヌグランド東京有明さんに泊まります。長いですね、名前がね。なんか部屋アップグレードというか、してくれて、ただね、一人で行くときに、こうやって2つベッド並べるの、ちょっと辛いです。でめっちゃ景色もいいし、なぜここはね、朝食がめちゃくちゃいいです。ほんとここら辺行った時は絶対おすすめですね。はい、初めて豊洲ピット行くんですが、楽しみでしたね。はい、で歩いて行ったんですけども、まあこの JAL さんとこのアシックスさんのこの低酸素のね、ジムがありました。まあ、ここら辺は多分普通に歩いてても夜景が結構楽しめる、まあ、景色好きな人はいいかもしれないです。はい、ここでたくさんアーティストさんやってるんですかね。初めてでしたね。ZEP さんとか行ったことあるんですけど、うん、で結構ね、人がいたことにびっくりしましたね。で、コメント動画でも言ったんですけども、すごいファミリーもいて、で、女性一人の方もいたりとか、もうなんかここを入る途中に女性が多かったりしてびっくりしました。あとなんか意外と高級車が結構止まってました。うん。こんな感じですね。はい、中は、はい。この幕がどうやって降りてくるんだろうってずっと考えてたんですけど、僕ら最前席でした。前一列はね、空いてる感じでしたね。はい。本当いろんな方がいて、この時ワクワクでした。で、公演が終わって、はい、帰り道ですね。これ道間違えてですね、本当にめちゃめちゃ寒い思いしたんですけど、この日暑いとかって言いながらめちゃめちゃ夜は寒くてですね。だからね、夜ランする人とか結構いいかもね、この区域に。まあ東京とか来れない人とかはね、なかなかですけど、ここら辺はね、結構人通りが少ないんで、はい。ケイチョンフェス、めちゃくちゃ楽しかった一日でした。皆さんもぜひ東京来てください。さあ、このケイチョンチャンネルのファンの方々ですね、多分今回ケスの動画がね、すごくこう上がってると思うんですけど、やっぱりこう最近ね、やっぱ芸能人の方もこう YouTube に進出してきて、みんなコラボし合うっていうのが主流になって、舞台裏のシーンでもね、ケイチョンが YouTube 撮影禁止っていうぐらい、なんかこう、まあ、撮影することがなんか当たり前になってきたと思うんですけども、今日はですね、皆さんこの回見ましたか？この回めちゃくちゃ神回だと思うんですよね。で、お笑い好きの人とかって、まあ単純にお笑い見るのが好きっていうのもあると思うし、僕とかはなんか結構やっぱりその構成するなんかそのプロセスっていうか、なんか漫才とかお笑いって、まあ僕らド素人からするとなんかね、行き当たりばったりじゃないけど、なんかその場でやってるような空気感がある感じるじゃないですか、笑いって。だけどやっぱすごくこう練習するし、まあはっきり言ったらあれですよね、もう俳優さんと一緒ですよね、やっぱね。そのだから俳優さんとか女優さんって言うんですけど、やっぱ一流の芸人さんとかってもう演技がえげつないぐらいうまいっていうぐらいなんで、なんかこう人を笑わせながら演技してるみたいな、わかんないですけどね、すごい能力だと思うんですよね。で、今回この回、あさってになくなると、本当なくなったのかちょっと確認してないですけど、でもそうだと思います。やっぱり、あそこまでちゃんと台本作って、まあ台本があるのはもちろん知ってるんですけど、やっぱ一流の人でもああやって台本作って、で多分消すに行った人は分かると思うんですけど、まあまあまあ本人たちはそううまくいったのかいってないのかちょっと分かんないですけど、あれで滑った様子なんてゼロだし、もう品川さんと完璧にやり、もうこなした慶長もすげえなって本当に思いましたね。うん。なんで舞台裏のシーンって、
僕的にはあんま好きではない部分もあるんですよ。なんでかって言ったらやっぱりこう、まあ舞台に出てる人たちだったりテレビに出てる人って、まあ僕らからしたらちょっと次元が違う領域にいる人たちなんで、やっぱりこうね、本質をあまり見たくないっていうのもあるんですけど、まあでもなんか、いや同じ人間であそこまでちゃんと突き詰めてやってるっていう、いやあの回は本当に、いやいいっていうかすごいですよ、やっぱね。だからなんかすごいいっぱいやり続けてほしいですね。だからあの品川さんとか、あいた僕的にはね、ワッキー来てほしかったっすね。ワッキー来たら多分失神したぐらい喜んだと思うんですけど、なんか次は絶対ワッキー読んでほしい。けいちゃんお願いします。で、今回はですね、前の動画で伝えられなかったんですけど、ケスーニの、ライブに出てなかった人たち、まあ、25人ぐらいコメントくれたんですけども、ケスーニに参加できなかった方ね、映像で見れなかったところっていっぱいあると思うんですけど、で僕自身が宮崎の時からね、ずっと気になってたことがあって、サリナドリさん、サリナドリの、撮影とかメインで担当してるニトベさんかな、がね、いつもセンターにいて、こう、キューを出してるんですよ。キューってこう、例えばこう書いてこうフリップ出したり、もっと回せとか、ケイちゃんが、ね、怒ってるシーンがあると思うんですよ。何が回せだって。で、ニトベさんが全部結構指示出ししてるんですよね、裏側でね。で、これすげえなと思うのが、ニトベさんが全部こう、例えばクラップの合図を送ったりとか、お客さんに対してもそうですけど、んでね、めちゃめちゃ曲に乗ってるんですよ、歌ってるし、本当に入り込んで歌ってるっていうか、あれは何なんですかね、あれはなんか事務所の風習なのかな、わかんないですけど、なんか僕がパッと見てなんか本当に入り込んでるんですよね。だからそういうやっぱり質を持ってる人じゃないとやっぱりああいう立場に立てないのかちょっとよくわかんないんですけど、ああいうの結構見ると面白いですよ。めっちゃ回せってなんかせかせかしてる感もすごくあるんで、あんま見るとね気になってしょうがなくなるから大変ですけど、あれは本当に消すで、ケイちゃんが5曲連続かな歌ったじゃないですか。あれって正直僕もあれちょっと長いなって思うぐらいだったんですけど、井上さんめっちゃずっと入り込んでるんですよね。ほんとすごいなと思って、やっぱああいう職業ってああいう気質というか、やっぱ本気でいいこれを伝えたいっていう思う人じゃないとできないのかなって思いましたね。今回はね、本当にこれをね、伝えるのを忘れたんです、前の動画で。なんで、まあ、ライブの配信、延長になって見てる方ね、なんかそういったところは見れないところなんで、ぜひ会場に来て、ね、見てください。だって、5500円でしょ？安すぎでしょ？本当に。すごいいいっすよね、本当に。ちょっと短い動画にはなりましたけども、まあ、前半の超ショート Vlog も見ていただければだなと思います。それでは、チャオ。